国の王女か。帝国への復讐を願って覇王の剣を求めたな。剣の在りかを墓んでな。人間の力を信じず神などにすがった者の末路よ。あいつは人の体からミストだと。このミストミュリンと同じよ。石の力に取り憑かれている。笑わせるな。人造浜崎は人間の力だ。神々に挑む大志を抱いた人間がその知恵で作り上げた人間の武器、真の覇王にふさわしい剣だ。与えられた浜崎に頼り切っていたレイスウォールなど偽りの覇王に過ぎんわ。見ておれ、やがて全イバリー石に真の覇王の皆が轟く。神々の意志を打ち破り、歴史を人間の手に取り戻す。その名はベイン・ソリドール。あのお方が築く歴史にダルマスカの名は不要。レイスウォールの血筋ともども時代の闇に沈めてくれるわ。